アルデンヌ県、アルデンヌ県は、フランスのアルザスイコール、シャンパーニュイコール、アルデンヌイコール、ロレーヌ地域県の県である。ここからさらに、ベルギー南部にかけた地域を、アルデンヌ地方という。ムーズ県、マルヌ県、エーエヌ県、ベルギーのワロンゴ地域と接する。県名は、ベルギーのワロンゴ地域、リエージュ、ナミュール、エノー、リュクサンブールの各州だけでなく、 ルクセンブルク大公国の大半やドイツのアイフェル地方、ムーズ県北部をも指し示す自然の地方名であるアルデンヌ地方に由来する。この地方はフランス語圏が大半を占めており、山がちな丘陵が続き、一部がムーズ川の盆地を構成する。ムーズ川谷は LA 払いの名で呼ばれている。フランス革命後の1790年3月4日。 1789年12月22日の法令施行によりアルデンロ県は誕生した。かつてのシャンパーニュとアルゴンヌの旧公尺領、スダンやレテルといった旧白尺領、そして18世紀以降にフランス領となった旧スペイン領ネーデルラントンの一部から構成された。1793年3月12日にはリエージュ市教領であった空ン。 新生ローマ帝国領であった、ファニョーユ、1795年10月26日には、ブイ公ン領が、県に加わった。1815年11月20日、パリ条約により、v イン、クーバン、マリアンブール、フィリップビルの領域がベルギーに割上された。1870年9月2日、スダンの戦いにおいて、フランスが敗れ、 ナポレオン三世はモルトケ率いるドイツ両方、連合軍に身柄を拘束された。この敗北が第二次帝政の崩壊を招いた。この周辺一帯の森林地帯は古くから自然の要塞とされ、不評、牙による進撃は不可能とされてきたため、フランスドイツ両国とも軍事上の重要拠点としてきた。ナポレオン戦争、不戦争、第一次世界大戦では、 不評、騎兵戦が主流であったため、この森は進撃ルートから外されてきた。このためフランスはこれら過去の経緯から十分な守備兵も置かず、第二次世界大戦になると戦車戦が普及し、強行突破が可能となり、ドイツ軍の快進撃の要因となった。アルデンヌ県は特徴ある気候の恩恵を受けない。ーヌ県イコール、ベルギー国境からポワイコールトロンまでの間を、 ムーズ川が流れる。気候は大陸性とみなされている。秋にまとまって降雨があり、冬にしばしば霜が降りるが、海洋性気候の影響を穏やかに受けたものである。冬季は気温が低いが夏季は暑い。風が平野で強さを失うため、降雨量が減る。これは地理的状況にすべて起因する。北海とイギリス海峡との中間に位置し、ヨーロッパ大陸内陸にある。 この違いは容易に観察される。冬はより寒気が活発で、標高の高い地べ、またはスダンでは降雪の可能性が高まる。この地域では大陸性気候とされる。近隣の海からの影響を受けた地域、北とパリ盆地との気温の違いに聞くことになる。ムーズ川とスモア川、ロクロワ盆地で有名な下は一年の終わりに頻繁に見られ、ここでは 食生も他とは違う。アルデンヌ県は出生率が高いにもかかわらず、1968年には全国一位、失業率の高さから人口流出が続き、2000年の県人口は約29万人であった。19世紀末には33万人を数えた人口は2度の世界大戦のたびに脱出で減少した。アルデンヌ県は 1999年から2006年までの間に約3000人の人口減少があったフランス唯一の県である。1999年の主要な人口集中区域、シャルルビルイコールメジエール、ルバン、不明、ジベ、ルテルは人口の停滞、または2%の減少に至った。一方で新たな人口増があったコミューンもある。それは自然に触れ、生活により良いという、 多くの人々の望みに適合しているからである。それらの一般的なモデルは、仕事場に近接したコミューンに、土地付きの家を持つことである。2006年1月1日現在のアルデンヌ県、人口は、285,653人であった。オートイコール、マルヌ県に次いで2番目に、アルデンヌ県は1999年以降さらに、都市人口を減少させた。しかし、 都市人口の減少は、農村部の人口減少と比べると、その1、5である。アルデンヌ県の人口の2、3は、都市部に集まっており、これは2つの傾向に代表される。1999年から2006年の間、都市郊外のコミュームは、年0.5%の割合で人口が増加し、反対に、都市は年、年0.6%の人口減少があった。この30年間、 アルデンヌ県の主要都市で人口は減少に転じた。さらに不利な人口減少の進行は、不明やブージェといった農村地帯の人口減少に由来する農業環境の悪化である。シャルルビルイコールメジエールとスダンの2都市圏を除くと、アルデンヌ県は対角線上に人口の希薄地帯を持つことになる。こういった状況はアルデンヌのみでなく、ブルゴーニュ、オーベルニュ、 リムーザン、セベンヌ、ランド、コルシカでも見られる。参照元、INSEE、アルデンヌ県経済は、農業、林業と落農を基本としていたが、高い失業率のために、この一世紀の間工業に移行してきた。19世紀初頭、県内で採掘される石炭のために、金属加工が、フランスで初めてシるべされた。 石炭は枯渇してしまったが産業は継続した。19世紀末には鉄道の到達で産業化が推進された。1970年から1980年までの経済不況で県内の金属化工業は打撃を受け多くが閉鎖に追い込まれた。現在 TGV に代表される鉄道産業の下請け PSA プジョーシトロエンや メルセデスベンツといった自動車産業が導入されている。エルメスは最近ボニーへ移転した。農業は小麦、トウモロコシ、砂糖大根への産業技術導入で発展した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。